さあやっていきます。4月分のね、4月分の模試が5月にずれ込んじゃった。ダメだよ、一番やってはいけないプレイ。頭をかち割って中を見てみたい。どうも、アザラシです。焼きつく実況ねやっていきますよ。すっかりゴールデンウィークに入っちゃった。もうそのままダーッと進めていきます。今日はショート版。ゴールデンウィークに入ったらね、あれしようこれしようって考えてたけど、結局っていうか、4月になってからの野球の話を少しした方がいいかな。日ハムではね、ちょっとね、今現在5月2日現在ですけどもね、あのコロナのね影響で、なんかコロナの影響すげえ打ってんな。コロナの影響でなんか4選手ぐらいかな、2選手かな、飯山とか言ってたかな、中島と、氷だな。と、あと一人誰か忘れたな。なんか、選手とコーチあたりがコロナ感染しちゃってね。ね。すんげえ打ってる。すんげえ打ってる、この辺が。で、清宮は5打数1安打。2割ですね。まあ、なんか、西武戦が延期かなんかになって、ロッテ戦が3連戦もちょっとどうなるかわからないみたいな感じでね。いやー、コロナのね、影響がね、プロ野球全体にも、もうプロ野球にも影響を影を落とすという感じになっております。まあね、佐藤輝明のダーボーが爆発しててね、今日も広島、戦で佐藤輝明逆転満塁ホームランって言ってたけど、やっぱね、観客が入ってないからね、無観客でやってんでしょ試合をね。そういうの見るとなんかこう、客入ってたらめちゃめちゃいい絵になるシーンがさ、な、絵にならないよね、無観客試合ってのはね。だからって客を入れるってわけじゃないんだけども、なかなか。おっ、トレード成功ですね。誰よ、藤井か藤井だね。26だね。若いね。誰出して藤井だったかも覚えてない。スタメンの上に OK。新体制。横井渡る。もうちょっと金があったらな。選手獲得に乗り出すんだけどな。チケットは3000で開発施設。欲しい選手おるか？おるか？久森和夫、最悪の状態。ちょっとスランプ気味かもしれないね。シュートの切りはぼちぼち。投手起用で言うと、藤井が入ってないね。2軍にいるか。2軍か？あ、藤井2軍にいますね。ちょっと野手が足りんなぁ。勇気を下ろしてるというハンデを抱えつつもやってるからな。誰を下に下ろすべきかっつうと、ちょっと、半然としない。誰を下ろすべきだろう。下に行くべき選手も特にいないな。こうしてみると。堀田あたりかな。藤井と堀田だったら、まあ、藤井の方が全体的にパラメータが上だし使えそうだよね。まあ、藤本かな。まあ、こうなりますわな。ちょっと野手が足りんな。野手が足りんな。で、先発に藤井を入れて、左が2枚、右が2枚。まあ、桜井かな。中継ぎの柱。我がチーム、中継ぎの柱。で、打撃ちょっと、スタメンをね、気にしていきましょう。と、清宮の打順が4番ではなくなっているのでね。あ、すげえ打順だな、こりゃ。こりゃすげえ打順だな。平下出してるけど大丈夫？稲葉を出したのか。
あーなるほどね、過去の自分と対峙している。まあ、坪井やしぬ新庄1番2番坪井3番小笠原、右左左左違うな、新庄坪井1番2番新庄2番新庄いや3番3番2番小笠原、あやっぱ違うな、1番新庄2番小笠原3番坪井4番清宮5番小判堂金子、まあ金子の方が打力は平下より上だからこうなりますね。金子の打順上がってきたね。よしこれでいこう。センターライトレフト OK、 平下と坪井のライトレフトはこれでいいかな。まあいいか、よしよし、こんな打順でいきます。ちょっと野手が足りんな、一人二人なんか中途半端な野手が欲しいな。で入ってきた藤井の練習を、藤井の練習をどうしようかな、どうしようかな。藤井雲の調子が悪いんで雲の調子を調整にして藤井を、カーブかな。米田って何が生まれたっけ、米田哲也の練習の何が伸びるか覚えてない。まあストライ、あスタミナを上げていきましょうかね。まあこんな具合で、はいはい、バンドバンドはちょっとね、もうこれじゃ上がんないからね、はい、あちょっと待った、藤本はちょっと球速をね、はい、プロ野球語りしていこう。プロ野球語りをね、現地のプロ野球の方はですね、だからハムがコロナになってるっていうところもあるけどね、ちょっと一時期の絶不調からちょっと抜け出してね、ここのところはね、この1週間は5割ぐらいのペースで勝ってたところにでのこのコロナですからね、ちょっとね、タイミング悪いな、ハムとしてはっていう感じですよね、日ハムとしてはね。うん。肝心要の清宮ですけどね、清宮は今2軍ですね、全然出てきませんね。岩本負けた。藤井投げさせてみるか。あ、強いわ。強いわ。無失点。投手成績は ?G は ?6 安打。1奪三振。これは不安が残るね。1奪三振しか取れてない。清宮も打ってますね。新庄も打ってる。5番も打ってる。バッティングあるじゃないね。さすがにこれぐらい年数を重ねてくると。4年目かな ?4 年目かな ?3 年目 ?4 年目、何年この清宮実況やってんだなかなかやりすぎだろ。ただ、今の清宮の状態の悪さを考えると、この清宮シリーズ結構早く終わるかもしれない。縁起でもないけどさ、清宮が早く引退するかもしれない。2軍でも全然打ってないんですよ、清宮。この1ヶ月ぐらいやっててさ、打率2割3分ぐらいで、ホームラン2本ぐらいしか打ってないという話をね、某 J に、ちょっと大砲がおる、取っていいですか、大砲、取ろ。と、大砲がいる。大砲がいる。取っていいかな、取ろう。金は大砲取る金は売るものは大丈夫。いやーどうだろう、いやいけるだろう。この判断が後に大きな間違い、過ちとなることは想像に難くないな。金ないってならんかな。いやー逮捕だよ、おい逮捕だよ。台湾の逮捕ですよ。中日、阪神、どこにいたかな、その2つかな。うん、阪神で引退したかな、大砲。
大砲だってよ。もう清宮より大砲育てたいもんな。こうなると。ちょっと高打力は大砲の方があるね。守備は清宮の方が上ですね。ちょっと福森の調子はどう？調子は上向いてる。あと3回ぐらいはホームの試合があると思うから、3回ホームの試合があったとして、あー2万人集まるか、ちょっとお金あげていいね。ちょっとあげるか、チケット代を。チケット代あげちゃうかな。直接対決もこのサンタデップ、あー近日にサンタでできなかった。チケット代あげます。これはもう英断。ここでチケット代あげないと、あの多分月末乗り切れないので。今日もね、某南J でね、なんか清宮がなぜダメなのかみたいなスレが立ってから議論されてましたけどね。某 J でね、清宮何がダメなんだろうな。本当わからんっていうか、まあ、あのバッティングフォーム見たらもう一からなんかもう丸ばかりらしいね。野球クロートの目に、おっと全然入んなくなった。そんなしっかりあの、あでも福森そんな調子悪くなそうだな。調子トレーニングはちょっとあれにしとくか、戻すか。で、岩本が投げて、岩本、ガンちゃん勝てないね。なんか、ブレブレのフォーム。なんか前に体が突っ込みすぎてるみたいな。前に体が突っ込むんだけど、体重は後ろに残ってるから、体重移動がスムーズじゃないから、あの、打ててないとか、なんとかかんとか、南J の野球クロートどもが言ってましたけど、まあ、そう言われるとそうなのかもなーって思っちゃうよね。そうなのかもなーっていうね。守備も悪いしな、パッティングもな。清宮の入った年ってヤクルトには村上が入って、ロッテには安田が入ってっていう、左のね、ファーストのできる左の選手が3人ぐらい同時にこう高卒で入ってきたっていう、そういう年なんだけど、しっかりくっきりとね、明暗が分かれちゃってますよね。清宮と、まあ、安田、ロッテの今、ね、打点王をひた走ってる安田とね、まああのヤクルトの若き主砲村上とね、なんと比べるとね、清宮ちょっとどころじゃないよね。出遅れてる感がすごいよね。まあ来年にはもうなんか外人選手多いな。外人がその漢字の名前の人が多いな。オーストラリアからヘンリーしかいない。まあ3億あれば大丈夫かな。3億あれば大丈夫かな。3億。さあ、3人落とす、戻す。で、ちょっと福森の練習方法をちょっと見直します。村上、履正社の村上、ドライチと言っても、村上もね、あ、違う、履正社じゃない。安田が履正社か。履正社、安田、あと村上もさ、両方ともあの、外れ1位なんだね。清宮のだったかな。村上もどっちもかな。外れ1位なんですよね。だからもしも清宮をハム取らなかったら、安田とか村上が取れた可能性あったんですよね。とかね、言い出したらキリがない。清宮がいるっていう事実は変わらないから、ハムに清宮がいるという事実は変わらないから、まあ、活躍してもらうしかないんだけど。ないんだけど、伸びないよね。伸びてこない。上がってこない。1年目は2軍で結構バカスカ打って。まあ1軍でも7本ホームラン打って。おこれはまあまあまあ、こっから伸びていくならって思ったけどさ。今年に関してはもう清宮。まだ1軍に上がってきてもないし、2軍ですら通用してないってすんだから。ガンちゃんだけが負けている。ガンちゃんだけが負けを拾い続けている。他のハム投手陣は勝ってるんだ。
ガンちゃんだから。なもんだからね。なもんだからね。清宮がね。清宮シリーズと言ってるけどね。本当になんか、なんかもう引退するんじゃねえかと。心配。数年で体壊して引退するんじゃないかと。やっぱね、無事これ名馬じゃないけどね。プロ野球選手も体が資本みたいなところがあるからね。2年目にあの、右手だったかな。右後骨骨折してさ。まあ、その前からちょっと体の弱いところは見せてたけどね、キュービアね。なかなか出てこれんし、出てくる気配もないな。この清宮シリーズと言ってはいるけど、辛口なコメントをしていくしかない。まあ、清宮ファンには申し訳ないけどね。清宮ファンとして、まあ、この動画に行き着く人もいるかもしれないからね。あんまり清宮に対してこう、辛いことばかり言ってるとね、良くないのかもしれないけどね。まあ、嫌ってるわけじゃない。やってくれなきゃ困るっていう立場でね。ハムの将来を担うべき選手として取ってるわけだよ。引退しろってわけじゃない。やってくれっていう、そういう気持ち。どの目線なのか知らない。清宮にはやってもらわんと困るよって。タモハツ聞いたことあるな。肩強い、パワーに少し素質を感じる。割と勝負強い、外野手。タモハツ。これどんな選手だったかな。どんな選手だったかな、タモハツ。まあ、取れんけど。東で帰ってきたけど、特に変わることはないな。どうしようかな。ここで一旦、試合入っちゃうと5月分になっちゃうか。まあいいか、行っちゃうか。試合を見ていきましょう。誰投げさすかな。体力残ってるやつ。いや、矢野。よし。このまま行くと、先手になるけど、いいのかな。このまま行くと関連になるけど、藤井行こう。投げてもらいましょう、藤井。野口と相川だったら、まあ、守備では、だけどって感じかな。調子で相川を使っていこう。で、ショートストップは、どっちでもいいけどな、まあ、調子がいいんで、東と出してみるかな。はい、っていう感じで。ちょっと挑んでみましょう。試合見てみましょう。はい。いやー、うちの地、住んでる地域でもコロナが今、絶賛流行り中でね、ゴールデンウィークとはいえ、あんまりお外に出かけられないという状況になっております。まあ、この大阪なんてね、状況はもう、ますます、どんどん悪くなる一方みたいなね。死者数が40人とか出たりする日があるからね。数十人死ぬってすごいよね。まあそれ普通死んでんだけどね、多分ね、一つの町でね、普通に。でも一つの病気で死ぬっていうのがなかなか、まあコロナの恐ろしいところはやっぱその感染症だから、かかった人が他の人に移しちゃうっていうところで、だから、まあ、田畑とよく対決してるな。よく田畑と対決してる。で、坪井。大阪ドームもね、無観客でやってますけどもね。帰ってこれはしないね。帰ってこれはしないね。あの、どんどん患者が増えていくから、救急車とかでね、呼んでも来てもらえないみたいな状況なわけじゃない。それってすごい怖いよね。例えば大学生だったらよくありがちなのが、救急車使う機会といえばアルチューね、急性アルチューね。違う、前サークル行ってた時もなんかあのカラオケかなんかで新歓の時に飲みすぎて倒れちゃった新入生みたいなのがいて、救急車呼んだことあるけどさ、普通に救急車呼ぶもんね。アルチューとかね、急性アルチューとかね。
呼ばないといけない状況だしね。それができないっていうわけでしょ、今大阪では。何時間待ちみたいになったって。わかんないけどね。実際。コロナだけそんな待つことになってるのかもしんないけどさ。こんな状況なわけだから。うかうかこう、救急車を呼ぶような状況になれないよね。それが怖え。普通のなんかこう、交通事故とか、そういった、ちょっと緊急事態みたいな時に、読めないっていう怖さがね、あるなって思います。もう勝ったわ、この試合。もう勝ったわ、この試合。見なくていいよ。全然見なくていい。しかもまだキャッチャー、ヴィンセントだ。おかしいでしょ。新しいキャッチャーいないと。近鉄はおしまいだよ。給料を抑制するためだけに選手入れ替えようかな。藤井が、あ、このローズ、ロバートローズの方だ。右で打てておかしいなと思って。タフィーだね。小笠原がああ、センターフライ。吉岡、川口、高野。近鉄選手って感じだな。で、ヴィンセント。そろそろヴィンセント変えないと。世代交代してもキャッチャー。まあ、うちが引き抜いたんだけどな。近鉄のキャッチャーをバシバシ。磯部あたりも引き抜いたんだけどな。磯部引き抜いて、もうどっかに売っ払ってるもんな。トレード出してるもんな。ひでえ5学級なんだ。松山どうしたんだろう。引退したのかな。打ち上げた。キャッチャーフライです。ツーアウトランナー。大阪の人はね、まあ気をつけてほしいね。うん、我が身と思って気をつけてほしい。コロナのことを我が身と思ってね、出歩かないように。動画でも見てね、YouTube とか見たり、YouTube に投稿したりしてね、まあ、おうち時間を増やして楽しみましょう。まあ、出かけるばかりが全てじゃないよ。出かけてパリピするのだけが全てじゃないし、飲み歩くのが全てじゃないよ。世の中いろんな遊び、楽しいことはあるんでね、そういうので、まあ、発散していきましょう。うん、おうち時間といえばね、プラモデル作ってて、うちね。机の上でプラモデル作ってて。すごい頑張って作ってたやつ。頑張ってというか、まあ、時間かけて作ってたやつの。最近腕が折れてね。もうちょっとで完成ってところで腕が折れて、めちゃくちゃ泣いてます。プラモの腕って折れるよね。ちょっと力入れすぎて、バキって。腕が折れた時とかさ、一つのパーツ取り寄せるのも数百円かかるわけでさ、送料と一つのパーツ代が合わせたら、まあ、400円ぐらいなんだけど、いやー400円ぐらい払うぐらい方考えたら新しく1個買った方がいいのかなみたいな。ああでもね、大人になってからプラモやるのはいいね。いろいろ知識が広がってるから、楽しい。例えばこの合わせ目消しとかが面白い。プラモを大人になってやるとね、タミヤセメントの接着剤をつけて、でこれをこうギューってやってしばらくするとプラモの接合面が溶けてムニュッとなるから、それ後でこう、ヤスリで削ったりして、合わせ目をきれいに消せるんだけど、そういったこともやっぱ子供のうちだと分かんないからさ。そういうの分かった上でこう、プラモやるとね、すごい綺麗な表面だったり、ちょっとこう、ウェザリングじゃないけど、汚した感じにすることによって、まあ、ピカピカなプラモがかっこいいなって子供の頃思うんだけど、大人になってプラモやると、そのちょっとウェザリングで汚れた感じの、なんだろうな、リアル感。実際こう、プラモデルが地面に立ったら足の周りには土がつつくわけね。新品出来たてだったらそれはないけど、
まあ、地面に立ってるってことを考えたりすると、そういったこうちょっと汚れてる部分、まあ、そっちの方が本物っぽいなみたいな。色を塗ってウェザリングして、その上からトップコートを拭いて、でプラモの、ガスっぽいプラモ感が消えるんですわ。それでそういうのがね、やるとねめちゃくちゃ面白いんで、ね、大人になってプラモおすすめです。おうち時間を楽しむ方法。いや、1年前に動画を上げてまだプラモはできてないからね。1年前に動画上げて、なんか、プラモ作る動画みたいなのやろうと思ったんだけど、結局できずに、うん、1年経って壊しちゃうっていう。動画上げる前に壊しちゃうっていう。頭は大人、やってることは子供、みたいな感じになってますね。まあ何しろ、いろいろね、面白いことあるなと思いますよ。うん、外に出かけなくてもね。セカンドフライです。でも外出かけて遊びたいよな。プロ野球も見に行けないよ。観戦しに行けないよ。打ち上げた。センター取った。アウト。バックホーム。まあ、住んでるところからね、そんなに球場に行くわけではないんだけど、エイヤと思って行くことができないっていうね。ズームズームスタジアムとかめちゃめちゃ楽しいもんな、見に行くと。大阪ドームだって。行ったことないから分かんないけどさ、行ってみたいもんな。もうオリックスなんかめちゃくちゃ熱いよな。応援してると楽しいと思うよ。山本由伸とさ、山本由伸と頓宮のバッテリーね、岡山備前市の隣同士の家のご近所さんの2人バッテリーがさ、2人がさ、プロの舞台でさ、バッテリー組んでるってめちゃめちゃドラマや。それ見たいよね、日本でね、見れるうちにさ。頓宮と山本由伸のバッテリー見たいよ。大阪ドームなら見れたのか。いや、もう見れないっていう。山本由伸なんてあともう数年絶対もう大リーグ行くもんね。まあ、清宮だけが。藤井いいね。全然試合の話はしてないけど。藤井ね、あの口の中が口内炎ができちゃって、口内炎じゃないな、めっちゃ口の中ガッて噛んじゃってさ、あんまり喋りがいい加減です。うまいけど喋れなくなった。実はうん、桜井、中継ぎは桜井、うちの中継ぎは桜井。打たれてる。なんか国もさ、プロ野球とかに支援してほしいよな。なんかできんもんかな、できんもんかな。プロ野球と国民にプロ野球を見させてほしい。めちゃくちゃわがままなこと言うけどさ、なんかその放映権を何ぼかで買い取ってさ、地上波でプロ野球見させてほしいよね。まあ、パリーグ TV と契約してたら、それはまあね、ダゾーンとかあったらそっちを契約してるからなんとも言えないけどさ、それ無料開放してくれるとかしてさ、家でプロ野球観戦させてくれたらいいのにね。堂々と、うん、とかね。テレビもさ、なんか芸能人なんか、まあ、コロナ禍でもさ、まあ、一応リモートだが距離取ってやってるけどさ、それだってやっぱ人の移動は伴うわけだからさ、スタジオとかのさ、スタッフはいるわけでしょ、テレビ映ってた裏でさ。そういうの思うとさ、ひたすら映画の再放送とかさ、アニメの再放送とかさ、テレビそればっかりでもいいんじゃねえかなって思うけどな。YouTube もあるしね。今はね、本当にコロナを抑え込まないと大変なご時世ですよ。4月2021年4月、大変なご時世です。次5月6月、あと2回のうちにはさ、もうオリンピックが始まっちゃうんだぜ。びっくりだよな。オリンピックやるつもりなんだぜ。抑えのエースミラバル、うちの抑えのエースミラバル。
この11点の差開いたミラは。最初から見ようか、ローズ。どうだ？お、取るんか。さすが新庄のセンター守備ですね。完封リレーで勝利です。放送時間も残りわずかとなってしまいました。強いじゃない。失礼いたします。それではごきげんよう、さようなら。敵ねえな、敵なしだな。特に強いという感じもないけど、この圧勝ぶり。まあ、近鉄が今季ちょっと弱いかな、もしかしたら。1戦目トヨタとか投げてるけど、打てるよな。まあさすがにこれぐらいになって、このぐらいの年数重ねてくると、まあ焼きつくはね、ワンサイドゲーム感が出てくるからね。ちょっと面白みが、面白みに欠けるといえば欠けるかもしれない。こうやってまあプロ野球っていうのはこうバランスをね、うまく取りながら、6球団回してるんだろうなってのは思うよね。一つの球団が強すぎるとやっぱ面白くないというかね。 V9 時代のまあセリーグなんてのはきっとつまんなかったんじゃねえかなと思いますわな。どっか一強だとね、まあ見る側としてだけ、やる側としてね、プレイする側としてって。見る側はまあその絶対逆というか絶対強者みたいなのを倒さなくちゃみたいな感じで、それはそれで盛り上がる部分があるのかもしれんけどもね。なんとかプラス乗り切りました。よかったよかった。あ、結構今日短いね。ここまでやって30分、まあ、長いけどね、30分でね。まあ、ゴールデンウィーク中にもね、何本か動画を上げれたと思うんですけども、とりあえずその焼きつくを1本、4月分の焼きつくを上げていきます。あげました。あげます。これです。ゴールデンウィーク頭にあげるよって思うわ。そんなゴールデンウィークはもう今日の分を含めてまたもう数日しかないっていう。恐ろしい。ふぅ、臨時収入。1億5800万円。はした金だな。もはやはした金。北米。うちのスタッフ、うちのスカウトじゃ北米のつてがないから、ちょっと何ともできないですけど、経営の部分で開発 G リストでグッズだけあの売れなくなってるやつを売れるやつにスイッチするってやつだけやって今回は終わりにしたいと思います。いや焼きつくはね、やっていかないと。どんなになんか動画上げるテンションじゃなくてもやっていかないとっていうね。動画上げるテンションじゃないっていうこともないんだけど、ちょっとね、ついダラダラとしちゃうね。忙しいとなんか、忙しいとか、最近あの桜大戦の実況ばっかやってて、桜大戦の実況やればやるほどなんかこう伸びなくてちょっとへこむみたいな。伸びないんだけどね、分かってるんだけどね。まあ VTuber としてもっとか YouTuber としてもっとこう伸びる動画を作っていかなくちゃいけないなと。意気込めば意気込むほど気軽に動画が上げにくくなっていくっていう、そういうところがあったりなかったりするんですけども、まあ気楽に動画を上げていきます。焼きつくはこんな感じです。清宮は、2021年4月現在、清宮は、まあ、語るほどではないという現状ですね。はい、ほんなまた。